はい、ブクブクメダニチュアが今日はですね、この釣りでね、24時間釣りをやってやろうと思いますね。24時間釣りをやって、この時間によってね、何が釣れるのか違うのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思いますね。朝もうちょい時間ちょっと待ちます。大体ね、1秒で1分ね進むと思ってんだよね。リアル1秒がこの仮想世界の1分。うん、52、53、あと5秒ほどでスタートしますね。今から24時間釣りをどん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 やって、魚をバン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 釣っていきたいと思います。ではスタート。第1投目、はい、失敗。はい、記念すべき第1投目スタートです。これから24時間釣りを進めていきたいと思います。はい、1匹目、一体何が釣れるのか、どうでしょう。はい、クイーンエンゼルフィッシュ。記念すべき1匹目はエンゼルフィッシュですね。よし、じゃあどんどん行こう。あら、押すのが遅かったって。これね、釣り方としてはこのびっくりマークが出て、魚がツン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 って、うん、餌を見つけたよ、ツン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 で、浮きがねグッて沈む時あるんですよ。その時に右下の丸いボタンを押すの。あの、魚と釣竿が映ってるやつね。で、これはね、一回押せばいいんだよね。食った時に一回押すと、釣り上がってくるから。魚がね、バシャ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 やってる時に、連打した方がいいのかなと思ったけど、そんなことないみたい。はい、2時45分。早くも3時間ほど経過しましたね。このペースで行きゃ結構早いんじゃねえのって思うけどね。だから別にね、これね、連打しなくていいのです。人で。ただね、一回押せばいいだけなんでね、簡単ですね。よし、来い来い、来い。よし、来た来た。よし、メバルでーす。順調に釣っておりますね。でもなんか変わったの出ねえな。あんま変わんない場合がないというか。よいしょ、鮭。もうですね、大体鮭、メバルと、あ、4時、もう少しで4時、スタートから4時間経過ですね。残り20時間。よし、食え食え。よし、鮭。うん、やっぱ変わり映えがないな。あ、釣竿が壊れちゃった。釣竿壊れんだ、これショップ行かないといけないのかな。あ、修理するってあるわ。あ、よかったよかった。修理完了しました。すぐ修理も完了した。あの、釣り具や魚屋さん、釣り竿売ってるところがあるんだけど、そこで修理するのかなと思ったら、自力で修理ができるようですね。この場ですぐね、修理ができたんでよかったです。では、24時間のね、釣りを続けたいと思います。そうも一瞬で治ったんだね。よし、ヒラメ。うん、ヒラメも釣れるな。時間関係なしでヒラメも釣れますね。鮭、ヒラメ、メバルと、あとなんだっけ。いや、もう一種類ぐらいいたような気がするな。黒いやつ。名前が出てこねえな。お、夕方になってきました。よいしょ。サバ、あ、新しいサバ。夕方サバが釣れましたね。今6時半、もう少しで。開始から6時間ほど経ちました。あと18時間。4分の1終わりましたね。メバル。あれ？メバルが黒かったか。じゃあなんだ？なんか赤いやつが釣れてるような気がしたけど。サバ。サバタイムなのかな、今。さっきニューだったからね。夕方サバタイム。あ、カサゴだ。カサゴ、鮭、メバルが多いかなって感じですね。時々ヒラメが釣れて、今サバタイムな感じが。やっぱ時間によって違うのかな。この時間はね、いつも夜なんでね、お化け屋敷で遊んでるから、あんま釣りしてないけど、結構釣れてるからね。来い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 。よし、来た来た来た。ドン、鮭。
新記録67センチ、結構でかい鮭釣りましたね。よいしょ、かなりでかい。よし、メバルです。今9時半、午後9時半、開始から9時間経過ですね。うん、だいぶもう集中力が消えてきましたね。これはもう釣りはね、こう忍耐力との戦いなんでね、自分自身との戦いです。これはね、もう飽きてきたなとかって思いながらも頑張るという、これは釣りですね、完全に。よいしょ、カサゴです。やっぱかまり映えがないな。なんか変なの釣れないと面白くないよね。寝ようって言ってるけど寝ません。お、クラウンサケ、大きさがでかいのかな。クラウンサケ新記録ってあったから。え、なんかね、寝ようとかね、お腹が空いたとか出るんだけどね、なんかそのままほったらかしたら特に何もないんだよね。お腹が空いたから何かが起きるというわけでもなく、ね、動きが鈍くなるとか動けないとかそういうわけでもなく、ただ時々お腹が空いたって。お、12時間経過、半分来ました。半分、深夜12時過ぎましたね。早い。どうでしょう、もう少しで1時です。残り11時間、頑張りましょう。よし、わ、古い人形だって、怖っ怖っ。夜中にこんなの釣れたら超やばいんだけど、普通に釣ってあげて、古い人形とか言ったら怖すぎやしない。意外とね、漫画で長靴をね釣るとかあるけどね、意外にねゴミも釣れんだよね。思うと思うとね、ビニール袋とかね、普段なんと思わないけどね、釣りってね、ビニール袋とかって水入ってからめっちゃ重かったですからね。怖っ、なんか白くて怖っ。チョウチョウウオ、新しいですね。夜中にチョウチョウウオが釣れました。怖っ、何この白いのと思うと、いやもうズタボロになった。ビニール袋とかって騒いたくないよね。はい、もう少しで3時です。深夜3時、釣りをやっております。深夜3時に孤独に釣りをやっております。残り9時間、だいぶね来ましたね。ほい、くえ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 、おお、すげえ、タチウオだって。砂浜でタチウオが釣れました。すげえな、タチウオ。あのね、リアルのタチウオはね、もうビカ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 しててね、おっかないからね。ビカビカ、タチウオのタチっていうのはあのカタカナのタチだから、刀みたいになって立ちっていうのと、立って、あ、クラリオンエンゼル、匂いですね。結構深夜新しいの釣れるのは時間によって違う可能性がありますね。これは深夜は結構新しいの釣れてるかもね。時間によって違うのかな、やっぱ。で、あと立って泳ぐから立ちようっていう、その2種類の説があったような気がするな。立ちようをね、水の中で見るとみんな立ってんじゃなかったっけ。はい、もう少しで6時です。18時間経過、ラストスパートかな、そろそろ。分もってね、疲れてき、はい、カサゴです。うーん、タチウオ1匹しか釣れてないから、やっぱ深夜は、深夜にやっぱニューがあったから。わ、また古い人形だ。何個落っこってんだ、こん中に古い人形、みんなが。怖っ。釣っても釣っても古い人形が釣れるっていうね。ここの砂浜呪われてんじゃねえの。おっかないよな。よいしょ。鮭。やっぱ鮭が多いな。鮭メバルかな。人で。もう少しで8時、朝の8時まで来ました。学校に行こう、学校に行こうってこのコンピューターが言ってますけどね、私は昼まで通用することにしたんでね、今日学校に行きませんよ。鮭、
と4時間釣りをしてからね、学校に行きますわ。よし、来い。来た。クラウンメバル。このクラウンってのはまあよくわかんねえな。でかいとクラウンなのかな。メバル。新記録って書いてあるな。うん、残り3時間。るね、うん、人手でした人手多いな。食え、よし、来た。お、新しい石台だって。すげえ、石台も釣れんだ。ここで、ね、一体何が釣れんだろうね。結構な種類釣ってるような気がするんだけどな。もうそろそろおしまいかな。結構いい時間になってきましたね。よいしょ。うん、鮭。まあ深夜になったらちょっと違う種類が釣れたって感じかな。だいたい鮭とメバルとが多かったけどっていう。あれ、いいとき。あ、終わった。12時です。無事12時。24時間、無事終了しました。ではね、釣った魚をちょっと見てみましょう。24時間釣りをやって、釣れた魚たちです。どうぞ、こんな感じでした。よし。なんだ、クラウンがよくわかんねえなぁ。うん、新しいのも結構釣れたね。こんな感じで、まあ夜と昼まで若干違う感じがしますね。まあこんな感じです。ありがとうございます。